プロフェッサー田中はアメリカ合衆国のプロレスラー。ハーイ州ホノルル出身。現役引退後はアクション映画の悪役俳優に転じた。グレート統合、ハロルド坂田、金字渋谷などのステレオタイプな日系悪役レスラーのスタイルを踏襲し、東洋の悪魔としてアメリカマット界で活躍したが、出自は不明な点が多い。トール田中あるいは太郎田中を名乗り、 広島県出身の両親を持つ日系人を自称していたが、ギミックの可能性が高く、実際はハワイ生まれのフィリピン系とされている。その他、ミンダナオ島出身説やタイの山岳民族であるとの説もあった。金剛山を名乗ったハワイの日系レスラーと同一人物という説もあったが真偽は不明。少年期から柔道や空手などの格闘技を身につけ、 充実のブラックベルトも取得。アメリカンフットボールでも活動し、1955年にアメリカ陸軍に入隊。除隊後の1958年、チャーリー・カラニの名義で地元のハワイにてデビュー。1960年代に入りアメリカ、合衆国本土のサンフランシスコ地区に進出。1964年には、ザ・シーク、ベア・キャット・ライト、マーク・ルーイン。 ホセロザリオラと対戦した。その後、プロフェッサー・トール・田中をリングネームに1966年にオーストラリアに遠征。6月3日にシドニーにてドミニクで N 打ちから豪州版の岩世界ヘビー級王座をダッシュ。以降、1968年9月2日にもマリオ・ミラノを破り同王座を獲得。11月には、 スカル・マーフィーとのコンビで、いわ世界ト王座にも体感している。同年12月、フィリピン遠征の途中に一度来日し、日本プロレスを表敬訪問したが、試合は行わなかった。その間、アメリカでは1967年より WW、WWF に参戦。ブルーノ・サン・マルチノと構想を繰り広げ、ニューヨークのマディソン・スクエア・ガーデンをはじめ東部各地で、 サンマルチノの WWWF 世界ヘビー級王座に挑戦した。以降も WWWF を主戦場にボボブラジル、エドワード・カーペンティア、スパイロス・アリオン、ビクター・リベラなどの人気選手と対戦。塩を相手の目にすり込む反則攻撃で観客の像を煽るなど、卑怯者の日系人ヒールとしてブレークを果たした。1969年には純正の 日系アメリカ人である三ツ・荒川とライジング・サンズなるタッグチームを結成6月に WWF インターナショナルタッグ王座の初代王者チームに認定されている1970年下期からは NWA のテキサス州ガラス地区で活動12月18日にフリッツ・フォン・エリックから NWA アメリカンヘビー級王座をダッシュ 体感中の1971年1月5日と翌6日にはドリー・ファンク・ジュニアの NWA 世界ヘビー級王座に連続挑戦している。以降も、ダラスではエリックやジョニー・バレンタイン、和風マクダニエル、ミルマス・カラスなどの共を相手にアメリカン王座を争った。1972年より WWF に復帰し、ミスター・フジと新コンビを結成。 6月27日にフィラデルフィアでチーフジェイ・ストロンボーソニー・キングを破り、WWWF 世界タッグオーーを獲得する。以降は長期政権を築き、10月16日にはサンマルチのペドロ・モラレスの新旧 WWF 王者コンビとも対戦。翌1973年5月30日にトニー・ガレアヘイスタック・カルホーンに ダッシュされるも9月11日に、奪還、11月14日に、ガレアディンホーに破れるまで退還した。シングルでも、モラレスが保持していた WW、WWWF ヘビー級王座に、再三挑戦している。1974年1月には全日本プロレスの、新春 NWA シリーズに来日。初の日本マット登場を果たし、1月29日の、氷山大会では、 ジャイアントババの PWF ヘビー級王座に挑戦している。1975年には、富士と共にジョージアチャンピオンシップレスリングに参戦、9月19日に行われたトーナメントの決勝で、因縁のガレアホーを下して、NWA ジョージアタッグ王座を獲得。シングルでは、3月18日にダニー・リトルベアを破って空位となっていた。 NWA メイコンヘビー級王座の新王者となり、8月には、アブドーラザ・ブッチャーから NWA、ジョージアヘビー級王座を奪取している。1977年2月12日には、太平洋岸のロサンゼルス地区にて、チャボ・ゲレロを破り NWA アメリカス、ヘビー級王座を獲得するなどを各地で活躍した。その後は、富士とのコンビで WW、WWF に戻り、 1977年9月27日に、ストロンボービリー・ホワイトウルフから、WWWF 世界タッグ王座をダッシュ、通算3回目の大会を果たした。1978年3月14日に、デヌーチディノブラボーに敗れて、タイトルを明け渡したが、翌週3月20日のマディソンスクエアガーデンにおける、定期戦では、フジケンパテラと組マスカラス、 アンドレザ・ジャイアント、ダスティローデスの豪華トリオと6人タッグマッチで対戦している。WWWF 離脱後はニュージーランドに遠征して1978年6月13日と7月20日に NWA ブリティッシュエンパイアヘビー級王座を獲得。同年11月には国際プロレスが主催した日本リーグ総破戦に来日。予選リーグでは 同ブロックのグレートクサツやマイティの上を下しトップの戦績で決勝トーナメントに進出1回戦でミスター・サクラダ、2回戦でジャンボ・ツルダから反則勝ちを収め11月30日に千葉公園体育館にてラッシャー・キムラと優勝戦を争った1979年はテネシー州メンフィスのクアにて2月にロバート・フラーを 破って、アワ南部ヘビー級王座を獲得、同じアジア系ギミックのモンゴリアン・イストンパートも防衛戦を行った。富士とのコンビでも5月14日にフラービル・ダンディからアワ南部タッグ王座を奪取したが、翌月にダンディジェリーローラーに脱回されている。富士とのタッグチームを解消後、1979年下期から1980年にかけては、 フルスのダラス地区で活動、ブルーザーブロディを相手にラフファイターの称号である、ブラスナックル王座を争った。ダラスでは、国際プロレスでも共闘したサクラダミスターヒトとのトリオで、ケビン、デビット、ケリーのフォーニエリック兄弟とも交想している。並行して、ジョージア地区にも出場し、キラーカーンとタッグを結成。1980年1月27日には、 アトランタのオムニコロシアムにて、ボブバックランドの WWF ヘビー級王座に挑戦している。1981年にセミリタイアして俳優に展示、アクション系作品の悪役として映画やテレビで活躍。その後も WWF の西海岸エリアでの興行に時折出場し、1984年11月には旧敵マスカラスとの連戦が組まれた。 2000年8月22日、カリフォルニア州、レイクフォレストにて心不全のため死去。70歳没。2019年、WWE 電動のレガシー部門に迎えられた。1980年頃から俳優として、多数の映画に日本人役、東洋人役で出演している。ありがとうございます。